ゆるデジカメで遊ぼ。今回は両手持ちのトイデジカメケビルのキッズカムで遊ぶよ。コンデジ市場は壊滅状態ですが、キッズデジカメは意外と根強く残ってますよね。ヨーロッパのおもちゃみたいなデザインですね。まあカメラっぽくはないですね。アリエクスプレスで昔買ったやつなんだけど、メーカー含めてほとんど情報が出てこないカメラだよ。500万ナッソって書かれてましたが、センサーは200万ナッソなんですね。きっとドライブレコーダーの流用品なんですね。単4電池で動くのはとってもありがたい。可愛いデザインなので、ちゃんと使えればお散歩カメラにいいですよね。ただし無駄にでかい、初代ゲームボーイぐらいの大きさはあるね。箱は安心のボコボコ具合ですね。可愛いですね。そして背面に詳細なスペックが書かれているのは珍しい。どう見ても200万画素ですね。なぜかドライバーが付属してたけど、まさかの電池はネジ止めだったよ。さすがキッズデジカメですね。 LED と自撮り用のミラーがあるのは良心的ですね。ただ最短撮影距離は1メートルだから自撮りは厳しいね。左右のハンドルはグリップがついてるだけですか。別に変な仕掛けはないですね。上部はシャッターボタンのみ、他のボタンは全部背面についてるね。左右キーと電源とキャンセルボタンですか。思ったよりもボタン多いですね。スピーカーは片方はダミーだね。ミニB端子がついてますが、カードリーダーとして使えるって感じですかね。底面はネジ止めされているので、基本的には開けないって設計みたいですからね。さすがに三脚罠はないか。開ける時に気をつけないと電池が勢いよく落ちていくよ。重量は 179g。 サイズ感的にあんまり重く感じないですね。起動は6秒程度でややもっさりとしてるね。液晶は不鮮明ですが、一応屋外でも見えますね。左右ボタンでフレームが選べるのか。一応カムコーダーって起動時に出るもののソフトはキッズカメラ用に作られているんですね。キャンセルボタンでプレリューで、電源ボタンがモードになっているんですね。トイデジカメとしては多いインターフェースだけど、やや迷うね。左右キーで上下カーソルでシャッターで決定ですか。200万ナスなのになぜか選べないんですね。それどころか2000万ナスという恐ろしい設定項目があるよ。画素数十倍。ちゃんと日本語ですが、キッズデジカメの割には漢字を多用してますね。そりゃ中国の製品ですから、漢字は朝飯前ですよ。中国人は中国語喋れて羨ましいな。何を当たり前なことを。アイコンのところでシャッターボタンを押すと横の項目に移動できるけど、理解するまでハマるよ。トイデジカメのくせにフル HD いけるのか。ファイル形式はまさかの AVI ですけどね。やる気のない位置に露出補正ありますね。結構いろいろいじれるので、小さいキッズが誤って操作してインシデントを起こしそうですね。チャイルドロック欲しいよね。操作するのは悲しい中年おじさんですけどね。まだ相当決まったわけでは。作例いくよ。発色は悪くないけど、やっぱり解像力が悪くてボワボワしてるね。桜ならむしろ柔らかくていいですね。暗所にノイズが乗るのは今時珍しいですね。でも色はすっきりとナチュラルよりで好みですかね。まあここまで盛大に飛ぶかってぐらいダイナミックレンジはだいぶ狭いけどね。安いドラレコ向けですが、これ夜間は無理ですね。赤はくすみますし、街とか人工物を撮るのには向いてないですね。でも本来のトイデジカメってこういうのが良かったんですよね。いつの間にやらサイドマックスが良しとされてしまったよね。ヒロミックスの時代の感じですよね。フレーム写真の質の悪さ。逆に公園で撮るなら最高の写真が撮れますね。等倍で見ようとしなければ、おもちゃとしてはとってもいい仕上がりですね。アンフォーカスにしては手前も結構ちゃんと合うから撮りやすいしね。これには大きなお友達もにっこり。動画は一応フル HD で撮れるけど、なぜか16フレームに制限されるよ。画質がどう見ても VGA あたりっぽいのですが、それは一応音は拾ってますが、ソフト上でマックスにしてかすかに聞こえる程度ですね。意外と動画は使えるんじゃないかと期待しましたが、 8mm フィルムっぽい映像を作りたい人向きの感じですね。使いようによっちゃ面白い映像が作れるかもね。それじゃまとめるよ。2300円のトイデジカメと考えれば、適度に緩く撮れるし、何より可愛い造形をしてるのがいいね。それでいて新しいカメラで、 SD カードも単4電池も使えるから、カメラとしての敷居が低いのもポイントだよ。変なデジカメが欲しいって人にはいい選択肢なんじゃないですかね。子供が使ってもタフに使えますが、間違ってフォーマットしてしまう危険性はありますよね。そういうところは気にしちゃいけないカメラですよ。我々は大切なゲームのセーブデータを飛ばしてきた世代だからね。ご視聴ありがとうございます。次回もまた見てくださいね。まだまだ続くよ。楽しみに待っててね。